はい、じゃあ次の方はですね、逆に低感度でちょっと攻めたいかなと。名前は頭打たないですさんです。 X 感度が32、 Y 感度27。なるほど、 Y 感度27ならちょっとまあ問題はないかな。27ぐらいだったらね、僕35なんで。そして右デッドゾーンが6で左デッドゾーンが5か、こちらね。 ADS 感度が等倍30、同じですね。1.5 と2倍サイトが同じで26。なるほど。2.5 倍感度が23ってことでね、なんか徐々に、ね、下になっているっていう、まあ珍しい感じですよね。さあ、じゃあこれで出陣しましょうか。さあ、高層ビルということで、一番苦手かもしれない。領事館、高層、この二つはやばいですね、僕。さあ、何使っていこうかなーって感じなんですけど、まあ、せっかくだからね、まあ、アサミとか使っちゃおうか。ちょっとダイヤモンドチャーム外して、ゴールド帯ってことにしときましょうか。まあ、ゴールドチャームちょっとわかりづらいから、まあ、プラチナチャーム、この辺でいっか。プラチナの実力もないかもしれない、今は。オウムですね。おっと、待ってください。こんな振り向き遅いのか。うおー、すげえ。マジか。うわ、別世界すぎる。フリックできないね、これね。うわ、すごい。うわ、こういう感じなんだ。なんか、重りつけてるみたい。え、どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、曲がりきれてない。いつもの感覚でやると。うわ、これでプレイしてるのもすごいな。なるほど。はい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 。なんか、海外の小技でね、こうやって、で、もう一個こうやってつけんじゃん。で、そうするとなんかさ、このバリケードのさ、隙間できるじゃん。まあ、つまり隙間ができて、飛び越えできない、かつ、殴りもできないっていう外から、強いよね、こういう小技。隙間開けて使うと強いらしいです。まあ、ちょっと待って。いや、もうそんなこと言ってる場合じゃねえ。まず、キルできるかどうかもわかんねえ。あー、これね、やばいね、フリックできないね。うわ、抜けてった、マジか、やばい、やばいやばいやばい、無理だー。畜生。いや、まずいぞ、これ別の意味で、これまた違った意味でね、難しい低感度。思ったところに、ね、振り向けないのはそうなんだけど、まあ、それはね、低好感度も同じなんだけど、あ、やばい、なんかこれ開けちゃったけども、いっか。なんか、適当にはちょっと、とりあえずね、フリックできない、お家エイムできないんで、これ、もうね、まあ、敵が静止してる状態でないとちょっと厳しい。うわ、この、X がすごいです、皆さん。この皆さん、エイム感度。もう限界に下げてるんだけどね。うわ、すごい。これでプレイしてるの。すごいなぁ。あ、これ動かない方がいいな。追いエイムができないからね。動いたところなんだよね。ん？いいね。OK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 。素晴らしい。これどうなってんだ。入ってきそう。あ、よっしゃ、マット光った。あ、待って待って待って、おい、エムできない、くそ。くそ。そっか、これカメラもこんな感じで遅いんだね。うわ、すごいな。指疲れちゃう。これはね、結構指疲れちゃうかもしんないね。おっと、待って、なんか負けそう。はい、次はね、攻撃ということで、まあね、
OEM できない、フリックできない、そんな人間はね、割り人が使えって感じで、まあ AK12。まあこいつはね、まあなんで選んだかっていうと、まあ A ですか。まあ高火力ですからね。この武器マジ強いからね。うん。で、かつクレイモアもあると。まあクレイモアでキル狙っていきますよ。さあ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 。プラント、僕ですからね。プラントで勝つよ。これなんか補強したよね、やっぱ。おっと待ってくれ、厳しい。2倍サイト、 2.5 倍サイト、何2倍サイトだっけ、何サイトすんだっけ。やばい、これ死んだに等しいわ。イントロケーション食らいそうで怖い。味方オペレーターは残り1人。こういう感じか。無理だ。ああピン刺されてる。はっはっは。はい、次はね、まあ、オサでいきますよ。縦使って、殺していくと。まあ、オサの強いところは、まあ、縦置けるのは強いんだけど、バリケードあるじゃないですか。あれをね、まあ、その置く、シールドを置く動作でね、一発で壊せるって、エントリーがめちゃくちゃ早いね。うん、結構楽なオペレーターではある気がするなぁ、そういう意味では。なんかいたね。さあ、どうしようどうしよう。どっから攻めればいいんだ？なるほどね。この、右スティックでやる、壊すんじゃなくて、おぉ、なんか来た。うわ、今のやれたなぁ。ちょっと全然警戒してなかった。待って、リコイルコントロールできない。初めてちょっとやったんだけど。むずっ。こっからやればよかったよな。こっからできるんだね。来ないか。さすがにもう来ねえよな。さあ、どうしよっかな。暗闇に何が隠れているかな。嘘でしょ。しゃがみヘッドライン。それは強い。しゃがみヘッドラインは強すぎる、元から。読んでたんだな。はい、ということでね、低感度の頭打たないでさんの感度を使ってみました。まあ、感想というならば、まあ、やはり全体的にね、低感度ってこともあって、まあ、ちょっと僕とはもう真逆の存在。これはね、厳しいですよ。うん、いやこれでやってるのもまっすぐだね。はい、超ハイ選手でやってる人もすごいんですけど、逆に低感度やってる人もすごいなと思いました。まあ、特に振り向きだね、X。まあ、これに関してね、振り向き結構ね、重要だったりするから、もう僕は、もう瞬時に振り向きたい。で、ADS 感度なんですけど、まあ、等倍感度ね、30って同じなんですけど、やはりね、X 感度が低いことによって、まあ、等倍サイトのね、倍率が30同じでもね、だいぶ変わってしまっていましたね。てことでね、今回はこれにてね、動画終わりたいなと思います。まだ感度ね、記載してないよっていう人はもしよければね、書いてくださると嬉しいです。ということで、ごんよー。